い、こんにちは、フライです。いつもあの動画たくさん見ていただいてありがとうございます。ちょっとお知らせがありまして、今までこのアドバンスターのチャンネルなんですけれども、まあアドバンスターっていうチャンネル名だったものをちょっと変更しようかなと思って今動画撮ってます。名前を、まあアドバンスターっていうチャンネルからフライのチャンネルとか、なんかファウンドネーションフライチャンネルみたいな感じにしようかなと思ってまして、その当初はアドバンスターっていう名前、その僕がやってるそのダンススタジオアドバンスターっていう名前とか、そのブランド名としてのアドバンスターっていうものをこう広く認知したいなと思って、アドバンスター YouTube チャンネルっていう形で、で僕もあんまりこう出演する、自分の顔を出すっていうのがちょっと苦手で、ちょっとやだなって思ってたんですけれども、まあチャンネルをこう広げていくために、まあ、ビジネスのためにとか今後のためにということで、もっと自分が顔を出して活動していく必要があるよねと思って、まあ、アドバンスターの YouTube っていう風に活動してきたんですけれども、ありがたいことに YouTube のチャンネル登録者が今1700人ぐらいいたんですね。そんな行くんやっていう感じで、すごくありがたいです。ありがとうございます。はい、なんですけれども、その YouTube ってアナリティクスっていう、そのどんな人が YouTube を見ているかっていうのをこう確認することができるんですけれども、そのアナリティクスをアドバンスターで見ると、まあ例えばチャンネルを見た人のリピーター率、毎回同じ人が見てくれてますよっていう、そのリピーター率がリピーター率よりもユニークユーザー、そのパッと、まあ例えば YouTube 検索してとか、なんかあの動画のおすすめにポンと乗って、あ、そういうのあるんだってこう見に来てくれる方がすごく多いんですね。リピーターの4倍ぐらいがユニークユーザーみたいな感じなんですね。で、そのリピーターって、じゃあどういう人がそのどんな動画を見てこのチャンネルのリピーターになってくれてるかっていうのを見ると、やっぱファウンドネーション関連がものすごく多いんですね。ファウンドネーション関連の動画見て、あ、ファウンドの動画上げるチャンネルなんだみたいに多分思ってくれて見てくれてる方が多いと思うんですよね。で、そのファウンドの動画で、まあ、僕と出会って、あ、フライさんってちょっと面白いなと、フライさん面白いダンスするなとかこう思って、こうリピートして見てくれる方っていうのも中にはいると思います。ありがとうございます。で、このユニークユーザーも、リピーターも含めて、じゃあどんなチャンネルのところから飛んできたの？どんなチャンネルの動画を見て僕の動画を見ているの？っていうのをこう調べてみると、まあ、圧倒的にもうわかりやすいんですよね。何個か挙げますと、フレーバージャパン、ブレイキン TV、RAB、リアルアキバボーイズ、B-BOY 革命前夜、ね、伝説の始まり、もう本当に有名なチャンネルさんの動画から、あ、ファウンドネーションの動画見れるんだっていうノリで、多分、その、要はブレイクダンス好きな人たちが見に来てくれているっていう状況だと思うんですよ。なら、もうその、アドバンスターっていうチャンネル名って結局、アドバンスターはファウンドネーションのフライがやっているものだっていうのを知ってる人にとっては、アドバンスターイコールファウンドネーションフライなんですけれども、やっぱアドバンスターっていう名前が今知られていない状況だと思うので、やっぱりその自分のフライって名前を使って、ファウンドネーションっていうクルーの名前の力を使って、でどんどん、あ、このチャンネルはファウンドネーションのフライがやってるんだっていうのをもっともっと広めていって、で、そこで認知度上げて、チャンネル登録者を増やして、再生回数増やして、っていうようなサイクルをつなげていった方が、圧倒的に、手っ取り早いのかなっていうふうに思いまして、今回そういうふうにちょっとチャンネル名を変えようかなと思いました。うん。だってね、そりゃ、フレーバージャパンとかね、もう、RAB、B-BOY 革命前夜とかもう、すごいですよね。毎回毎回すげえいいダンス上げて、で、すごくいい企画を練って、こう、ポンと出して、みたいな。すごいチャンネルさんのところから、まあ、わざわざ、その僕が、なんか、全然、企画とかも全然やらずに、なんか踊った動画をただ、こう、テロップピロピロピロってつけて、上げてるのをちょっと見てもらえてるんですから、もう、それは本当にもう、ありがとうございますっていう話でしかないので、まあ、それをね、ああ、いいじゃんって思ってくれる方をこう、ちょっとずつ増やしていきたいなと。で、一緒になんかそういうところでコミュニケーションいっぱい取って、なんか、そういう、いろんな、なんだろう、お互いに楽しんでいって、こう、伸ばしていきたいなと思ったんで、ちょっとそういうふうに変えていきます。で、まあ、さっきも言った通り、僕はあんまり企画とかそんな、まあ、やるつもりがないというか、まあ、その、リンナとフレイン、あ、フライとリンナのブレイクダンスとかなんか、ちょっとふざけてやったりしてますけど、
まあそういうノリでなんかこうパーンと思いついて、料理とかも趣味なんで料理あげたりとかキャンプしてるとこあげたりとか、もう絶対伸びないと思いますけど、まあなんかこう基本はまあ自分がなんかやろっかなと思ったことをふっとあげて、でそれに対してなんかこう皆さんが楽しんでもらえるようなポイントがちょっとでもあったらラッキーだなぐらいな感じで、あの動画上げていこうと思いますので、でまあこうチャンネル名が変わってこれから何が変わるのっていうと、まあ特に全然変わらないです。いつも通りです。さっき言った通り、あのキャンプの動画も上げちゃうし、踊ってる動画も上げちゃうし、じゃあファウンドネーションの動画もバーンって上げちゃうしみたいな、そのまあ企画を練ってないよね企画やってないからこそ、なんかこうすぐ撮ってすぐ出すみたいなスピード感も重要視していきたいなと思いますし、まあ僕がそのやっぱファウンドネーションの一員なんで、ファウンドネーションのそういうプライベート的な部分もちょっと出せたら面白いなと思いますし、まあ基本はフライのチャンネルなんで、僕のダンスであるところとか、まあアドバンスターのことも僕の周りのこともいろいろとこう一緒に上げていきたいなと思ってます。でまあその中でこういうふうに喋っていく時間、なんかそういう時間もちょっと増やしていきたいなと、まあ言いつつわかんないですけど、僕結構適当なんで、まあでもこういう喋ってるところもどんどん上げていって、じゃあそういう動画にとか、別に喋りの動画だけじゃないんですけど、いろんな動画、踊ってる動画とかその他の動画とかにもなんかコメントとかついたら、そのコメントに対してコミュニケーション取れるような喋って動画で返信するみたいなこともできたら面白いなと思いますし、もうちょっとその自分の露出を増やしつつ、ダンスもこう露出しつつ、この YouTube チャンネルを盛り上げていけたらいいなと思いますので、どうかそのやっぱ高評価いいねですねとか、あのチャンネル登録とか、やっぱり自分のモチベーションになりますし、その辺すごくありがたいですし、まあ単純にね、再生回数が上がれば、それがぶっちゃけ収益につながって、それがお金になるっていうのはもう間違いなくモチベーションの一つなので、そういうのもぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。っていうわけで、チャンネル名を、まあ今ちょっとパッて動画撮ってるんで、結局どういうチャンネル名にするかはわからないし、まあじゃあオープニングとエンディングも変えないといけないな、みたいなところもあるので、まあ今後ちょっとずついろいろ更新しながら、まあ自分のダンスも上げていくんで、ぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。それではまた、フライでした。